な、中も。もう誰も邪魔できない傷を受け止めて。誰だ貴様。お前も巫女様を奪いに来たのか。行くぞ、ハツイ。おう。礼を言うべきかな。ふざけないのだ。この子たちを救ったのだ。まだこんなに幼いのだ。友、一体何が狙いなのだ。こんな幼い七聖士まで巻き込んで何をするというのだ。そないなもんどうでもええやん。そいつも中子もこの世で迷ってるんや。成仏させたろうや。これは参った。早く済ませて消えた方が身のためのようだ。分かっているつもりだがな。去れ。ああ、逃げんなよこのひっかまん。教えてほしいことがあるのだ中子。ちょっと待つのだパスキー。待てるかよレッカー。待てと言っとるだろうが。本当に落ち着きのないやつじゃ。うわー、びっくりした、びっくりした。心臓止まるかと思ったで。出るだけは出ると先に言うとけ。な、人もお化けみたいに言うな。父、つぼしもよいか、話がある。お前にも付き合ってもらいたい。どうしたトム。すみません、あと少しのところで。まさか中野が邪魔をするとは。そうですね、あれも意外とおせっかいなところがあるんですね。でももう遅いですよね。新しい巫女と七聖士、それに玉褒めもあのようなありさま。心配はいりませんよ。顔を上げなさい、トム。はい。お疲れでした。またゆっくり休んでくださいね。さて、巫女だけは返してもらいましょうか。100年の周期を狂わせたのもお前と宮赤。一度に二人の巫女が現れ、青龍と朱雀の戦いが起こった。そして今度は二つの世界をつなぐ媒体がしっかり残っておったわ。私のイヤリング。ユイ様のせいじゃない。もともと友の心に入れたのは。誰もユイを責めてはおらんわ。たわけ。そうなのだ。それを言うなら、二つの世界を一番繋いでいるのは。なあ、どないしてん。もうあいつの術からは冷めとるんとちゃうんか。孤独だ。見せられた世界は幻でも、その間口にしていた孤独の酒は本物。やて。何や、そんなんかい。心配ないやん。玉はいっぺん孤独に打ち勝っとんねや。ちょろいもんやで。どうかな。
あの時はただの一口。しかもこの手の毒は二度目三度目とその力を。邪魔しや！分かってで、俺も少しも目覚まれや！消えてもらうで！やめて。私天使を盗み出して、またみんなを苦しめて。自分を責めるでない。お前のせいでないのは誰もが知っておる。タスキ、少しは落ち着け。タマおめえ、しっかりせ。今助けたる。ババア、どうしたらええんや。教えてくれ。なあ、教えてくれや。何か手があるのなら教えてもらいたい。あれば。今さら邪魔などする気はない。されど孤独を口にしたのも、友の術にはまったのも、すべて玉褒めの弱さ。私の預かり知らぬところ。忘れ物は取り返した。行くのか。まさか一緒に戦えと。戦う？期待外れだったか。来る。乱れをついて全ての世界を手に入れる。そんなとこじゃろう。随分と簡単に言われます。それがどういうことなのかお分かりか。魔人が天帝になり変わるということか。魔人、いやな呼び名だ。お教えしよう。我が名は天皇。中野が仕えていたやつか。ゆいちゃんは5人目というより滝子さんを消し去って本当の玄武の巫女にされているんだ。こいつこれほどの力を持っててまどろっこしくないか。まだそいつは解放されていない。中野、友の邪魔をしたことは目をつぶりましょう。どうでしょう、もう一度我に仕えて。受けかねる申し出。見知らぬ者の体をもらい、二度も死を迎える気にはならないものでね。では、もうお会いすることもないと。己は何しに出てきよったんじゃ。お前たち七聖士の顔が見たくなった。ではダメかな。ふざけんな！相変わらずうるさいわね。ねえ。タマちゃんどうしちゃったの？どうしたもこうしたも孤独の役中や。あら、不良。ふざけてる場合ですか。そうだ、孤独の力をなめてはいかん。みんな、どないして。我ら七聖士は、巫女の現れるところ、必ず集まる。巫女、スザクの。ミヤカ、みんな、こいつを許せない。巫女あるところ、七聖士もある。天皇、それを待ってた。にゃんにゃん、一緒に来ておったくせにいい場面を狙っとったな。ピースはいいから、早く二人を包め。見つかけ頼むぞ。
くん、私も戦わないと。あんたは玉褒めの目を覚ます。そうですよ、あいつは僕らが片付けますから。おお、チリコ言うようになったやんか。では行こうか。はい。どうする、そう簡単には手に入れられんようじゃな。手に入れる？神座法じゃよ。ニコが神獣と交わった時身につけていたもの、あやつが首から下げているのが青龍のニコ、つまりユイのじゃ。そしてあと一つはニヤカのつけていた指輪。すべてはあやつの計画通りなわけじゃ。ここまではな。確かに余計なことが多すぎるようで、されば消し去るのみ。それは一瞬の出来事。二つの世界を救うため、友のため、愛する人のため。図星、どうした、ユイさんを救え。でもあの月刊を破ったら兄貴の体が。ユイさんが盾になって、みんなが困ってるんだ。みんなを救うんだ。ありがとう兄貴。兄と弟二人誓う、二度と離れはしないと。二人流星水にその命を託し。ユイ様、ユイ様。図星、あんたが助けてくれたの。はい、図星はユイ様のためだけにいるのです。どんな時も愛してます、ユイ様。図星、何、こんな時に。愛してます、図星。玄武の巫女、タキコさんだ。そうです、あなたが呼び出すのです。私は神獣に勝つことができなかった。でも今のあなたなら勝てる。でも私が神獣を呼び出してしまったら、あなたが。タマホメ、なんだ、誰だ、何をしてるんだ。ミヤカ、親父たちの墓。親父、みんな、俺にはもう。俺、誓うよ。これからはミヤカを守り抜く。みんな、見ててくれよな。分かってくれますね。今の天候ならそれで封印できることが。させぬ。
ここまでだ。七聖子と巫女、ここに揃いし、天候、それにかなう術すでになし。今玄武の巫女無となり、二つの新座法の力を借り、祝詞をあげ、もろもろの悪を召し、その神力で我らを供護すべし。ただ身がわくば、これを着て天より我がもとへ降り立ちたまえ。圭介、詩人を呼び出したぞ。一つ目の名前が、ああ、玄武、白虎、朱雀、青龍、四方を守護する四つの力、今天候を。我を諦めぬ、決して諦めはせぬ。二つ目の願い、滝子さんの復活。当たり、さすがレギュラー。三つ目は外れてくれよ。俺たちが、そうじゃ、天地を封印してもお前たちが同じ世界にいては何にもならん。無理だったんじゃよ、玉褒め。前世の記憶を持ったまま、宮家の世界に生きてはいけぬ。それが、巫女と七聖子の定め。どの詩人も叶えてくれないのね。かめへんやん。二つの世界がどうなろうと、こいつらの知ったことやないやろ。突き落とる者同士、一緒におって何が悪いんや。あいつくん。教えてください。どうしたらいいんですか。玉褒めと離れないでいるには。私は宮君、頑張ります。私頑張るから。どんなことでもします。だから教えてください。太一君だよ。全ては人の思いだって。奇跡を起こすのは人の心だって。諦めることなんていらない。それが大人。しょうがないって諦めるのが大人なら。なりたくないよ、なりたくない。母ちゃん合わせたあの冒険は何。みんなの、巫女、七聖子、互いに何も言えず、何も聞かず。
前のあるべきところへお行き。何してんのお前。三宅がさ、帰ってくる。腹減らしてるだろうから。お前も行ってやれよ、ゆいちゃんのところへさ。そうだな。その前に一度帰ってシャワー浴びて、パンツも変えなきゃ。何言ってんの。皆さん行った俺。もう大丈夫だから。ゆいちゃんこそもう来るなんて、さすが学年トップ。うちにいてもね。ゆいちゃんサボっちゃおっか。うん、サボっちゃおう。他の世界に生まれ変わるにはそれしかない。決まりじゃん。迷うことはあるまい。ちゃんと宮川の時代なんやろ。どれは分からん。へえー、そうなんですか。インチキババ。たとえ同じ時代でも記憶をなくしているお前は宮川を探すことすらできんじゃろんな。ひどい。きっと大丈夫なのだ。私もそう思う。そうですよ、宮川さんに会えると思います。どうするのだ玉褒め。やめといたらどうや。俺は生まれた時からあいつのために生きてるんだ。
やっぱり私って女装が似合っちゃうわ。お釜は潮時って言ってなかった？父、貴様着替えはどうする？簡単なのだ。わお、やるじゃん。そっちの方が人気出るんじゃないの？私の方が可愛いわよ。やっぱりそれはあれ、親友さんに取られた彼女がモデルなわけ？あ、いやか、あんたきっといつか一人ぼっちになるよ。お待たせしました。あー、キリコかわいい。あんたもいいかもしんない。やった、やってますよ。お兄ちゃん似合う。徹夜さん、これ結構好きなんだ。もうどうとでもなれって感じ。あ、いったけ。俺に合うサイズがねえよ。参っちゃった。そういう問題じゃないよ。うわ、また気持ち悪くなった。あー、しっかりしや、チリコ。俺袋ここやで。タマ、どうして降りてこない？女性のみの大きなお風呂が自慢の。この中に男がいる。俺ではないぞ。ほら、だからこっち。やめてよ。失礼よ、あんたたち。俺のどこが男だ。かわいそうに、三つかけさんは種男にされてしまうんですね。何、種男？はい、この辺り一帯の女性を全て相手させられる。お兄ちゃん、何してんの？宮川、兄ちゃんな、自分の生きる道ってやつを見つけた。あちゃこあちゃこ、たまにね。あちゃこあちゃこ、あちゃこあちゃこ。お疲れ様でした。あのエリアの中にあるんですか？あそこに色の違うコンテナがあったろ。何時2時まで？お疲れ様でした。今日は今までのお詫びに私がしっかりおごらせてもらいます。なんや、あの白い男。キャラクターデザインおより作画監督っていう生き物。あいつか。2年間戦で喋らせやがって。ハゲてる。あ、そうだってんだな。打ち上げ打ち上げ。荒木さん、行きますよ。